小キュロスキュロスは、アケメネスアサペルシアの王子で、サルディス総督。大王であるニーアルタクセルクセス2世に対して反乱を起こしたが、クナクサの戦いで戦死した。その戦いに従軍した、ギリシャ人傭兵、クセノポンの著書、アナバシスの主要登場人物。アケメネス朝の子祖キュロス2世と区別するため、小キュロスと呼ばれる。アケメネス朝の藩と、 天戦はキュロス軍の進路と、ギリシャ兵の大路アケメネス朝の大王ダレオス2世の次男。クニロスの歴史確定シアスによれば、キュロスが生まれた時には母パルサティスは、すでに皇后だった。つまり父ダレオスは王座にあったと伝わる。若くして、サルディス総督となって、アナトリア支配を任され、末期のペロポネソス戦争に介入した。スパルタのリュサンドロスを支援し、 アテナイを敗北に追い込んだ。同年冬、父ダレオスが死去する。母パリュサティスは溺愛する息子キュロスの即位を望み、生まれながらにして王子であったのはキュロスだと主張したが、ダレオスが後継者に指名したのは、長男アルタクセルクセス二世だった。これを不服とした、キュロスは兄の暗殺を狙ったが、ティッサフェルネスに裏切られたという。しかし母の取りなしで、 サルディス総督の地位を保持した。サルディスに戻った、キュロスは兄に対する反乱を企て、1万人のギリシャ人傭兵を集めた。かつてキュロスが支援したスパルタも重装不評700人に軍船を援軍として派遣した。キュロス軍は党を目指して東方に進撃し、ティッシャフェルネスは大王に急を放じた。サルディス出発から180日後、 大王率いる大軍とキュロス軍は、バビロニアのクナクサで激突した。ギリシャ傭兵の活躍でキュロス軍はほとんど勝ちを収めたかに見えたが、逃げる大王を撃ち取ろうと突出した、キュロス自身が槍に当たって戦死した。敵地の真っ只中に取り残されたギリシャ兵1万人の、その後の苦難の退却を描いたのが、アナバシスであるが、著者で、傭兵指揮官のクセノポンは、文中で、 キュロスを高く評価して、その栄曖さを伝えている。ありがとうございます。